めんなさい。ごめんなさい。すいませんでした。ごめんなさい。ただいま。すいません。まあなかったことにしてもらって。じゃあ。ガチガチ回してウルトラレアだ。ちょっとやばそうじゃない？一旦こっちに合わせて歌ってみますよ。ここに YouTube で流してガチガチ回してウルトラレアだ。眠くない？はいはいはい、せーの、ウルトラレアのキスして何それ、なんだそれ、いくぞ。ここまで来たわけで寿司お寿司なんて、うふふふ、ガチャとして好きって教えてよ、スペシャルじゃもう物足りない、ポイント消費して、でももっともっと欲しくなる、星が理想、どこだどこだ君だ、 SSR じゃダメなのかな、でもどう砂丘が津軽に、私は一人行くの、崖の上からあなたを思い涙を流す予定、だから急いでスキーして捕まえてって、なかなか会えないウルトラレアだよ。あ、そっか、君は初心者なのね。合成しないで、間違えないで。私ってさ、せっかくガチガチ回して会えたんだから、他の子よりも私たちにいっぱい育成してレベル上げて、楽しんでってください、にずっと思ってね。ガチガチ回してウルトラレアだ。これライブでやったユニット組本当にすごいな、すごいな、これだってさ、冷静に考えて私の声しか聞こえてないんでしょ、大丈夫そう、何の曲に歌う、イグザルト、ニア中で入ってない曲ってなんだ、君夢、ニアイコール、水も聞こえてるのか、スイートシックスティーンとか、確かに入ってないね。じゃあスイートとか君夢のあ、あ、ちょっと行ってみるよ、じゃあ君夢、あ、広告です、あ、待って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 、まあ、あ、ちょっと後で言います、ちょっと今だとちょっとごちゃになっちゃう、この制度さ、ちょっとシュールですよね、この声しか聞こえないっていう、脳内で音楽再生してください、あ、君夢じゃあ歌うね、夕日の眩しさ涙はごまかせるかな、はい、大丈夫、しれっと始まっちゃいました。ふふ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 ふ
カラフル銃声って何個の色かの君が見る世界が知りたい、それはきっと美しいだろう。今以上これ以上背中遠ざかないで、まだ近くで、おお、僕の全力受け止めてよ、もうちょっとあと少し、ハートの鼓動を共鳴して、おお、鳴らすリズムにブレーキはない、転んでも進めて、隣で叫ぶ声、今日も君の夢を見たんだ。1番だけ、おまだ2番もどうする、他の曲？明日何を話そうかな、夢に見たこと恥ずかしいから内緒にしよう、君が休まず進むから、ぬかるみた果て飛び越えられるんだ、僕らの旅路って理屈じゃないんだよ、美しい世界に紛れて、悔し涙空に散って、きらめく今見える道の先、果てなく続いていて、終わりなんて、おお、考えてない、ドアに走る、もうちょっとあと少し、大人になったその時には、おお、僕の努力も感じてほしい、誰のため、君のため、まだ走り足りない、ライバルだって言われたいよ、君は明日に何を見るのか、希望を未来今日より輝いて、曇り空あるだろう、君はどうして進むの、わかりたい感じたい、君の痛みも全部なりたいんだ、おお、輝く人の原動力、もちょっとあと少し、ハートの鼓動を共鳴して、おお、鳴らすリズムにブレーキはない、転んでも進めて、隣で叫ぶ声、今日も君の夢を見たんだ、あ、そっか、デリリッディ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 リリ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 リただ、私の鼻歌って聞こえてるよね。私のただの鼻歌配信。あと、のんびり鼻歌配信。あ、私に甘い人がいっぱいいる。優しい世界。口歌。目覚めた？よかったよ。けいかちゃん、ありがとう。うん、ありがとう。どうしようかな。と普通に音楽ありで歌える曲歌おう。あ、すいません。いろいろどうだ。聞こえるか。カラオケどうしようかな。
固まった。今日は私の。なんかちょっと歌えるかわかんないんだけど、歌ってみたいっていう興味本位で歌ってみていいかな。興味本位ちょっと付き合ってくれますか。歌えるかな、歌ったことない。え、歌ってみる。いつも私レノンと2人でしかカラオケ歌ったことなくて、レノンがいつも歌ってるところは私は歌えないかもしれない。じゃあ歌ってみるよ。すいません、めっちゃ間違える気がする。私が歌えなそうにしてたら歌ってください、そちら側で。投げ出すなっていう。では行ってみるぞ。レディーブランチは甘いパンプディング、お客様が見えました。新調したドレスを、大きな花束はいらない、そうここで捨てて、太陽の光を浴びたら今がオープニング。寄付ワイン一口でどうぞ、甘い味とろけ転がってアプタイザー、何もいらないわ、背徳はいかが。ようこそ赤城へ、誰も知らないでしょう、仰せのままにアーキテクチューとは違う。バラじゃ物足りないの、パーティーはこれから。いつもここレノンと音どこだろうね。ママさん、しなやかに始めよう、始まりモーション、手を取り握って、ラムスローモーション、したたか華やか艶やかに、誰に見られずロンド、あなたを守るためこのシャツを汚しましょう。メインディッシュの時間、下ごしらえは秘密の味、トロトロとじっくり煮込んで、丁寧にアクを取り出して、あお口に合いますようにと心込めました。その手汚さないクライシス、そこで見守っていして、心のままに I promise you とはになって、それは映画のようで絵画にも近いアクション、崖の下眠るあなた見下ろしたら、バラは世界に一本だけでいいな、このまま迷わない。リスキーなリリカルと狂うような旋律、賛美と憎悪の美しく踊ろう。判定がわからない。
前立つあなたに触れたならば、トゲを抜いたバラじゃ物足りないのよ。パーティーはここまで、もう永遠にさよなら。え、難しい。あ、すいません、音大きかったね。難しいよ。難しかった。すいません。いっぱい待ち、ちょ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 。難しかったよ。すいません。あ、ちょっと暑いので扇風機を作ります。かゆい。何を歌おうかな、次は。あ、間違えた。うん。あ、ちょっと待ってね。今探してるんだけども。ちょっと待ってね。あった。何言ってんだ。ちょっと待ってね。おお、すごいいっぱいリクエストをくれるね。目が乾いちゃったのでやめます。じゃあちょっとさっきリクエストをくれてたやつにするね。では、行くぞ。悲しい出来事があると僕は一人で夜の街をただひたすら歩くんだ。背中丸めうつむいて行くあてなんかないのに、雑踏のその中をさまよう。 Keep going。知らずの人よ、事情は知らなくてもいいんだ。少しだけこの痛みを感じてくれないか。信号待つ間にちょっとだけ時間をいいかい。この気持ちがわかるはずだ。シンクロニシティ、きっと誰だって誰だってあるだろう。不意に気づいたら泣いてること、理由なんて何も思い当たらずに涙がこぼれる。それはそばにいるそばにいる誰かのせい。言葉を交わしていなくても心が勝手に興味つかんだ。愛を分け合ってかもね。てるより愛に溢れてるよ。近づいてどうしたのと聞いてこないけど、世界中の人が誰かのことを思い浮かべ、遠くの幸せ願うシンクロニシティ。だから一人では一人では負けそうな、突然やってくる悲しみさえ一緒に泣く誰かがいて乗り越えられる。思いやればいつしか心は一つになる。横断歩道で隣り合わせた他人同士でも偶然。
抱え込んだ憂鬱とか胸の痛みも76億分の1になった気がする。きっと誰だって誰だってあるだろう。不意に気づいたら泣いてること言うなんて何も思い当たらずに涙がこぼれる。それはそばにいるそばにいる誰かのせい。言葉を交わしていなくても心が勝手に興味つくんだ。愛を分け合ってかもね。外涙流したい。みんなも頑張ろうね一緒に。大変なことがあっても頑張ろうね。ありがとう、いっぱいクマありがとう。うん、ありがとう、拍手だって。ありがとう、まいちゃん大丈夫だよ、生きてりゃいいことあるもんさだよ。ジュリーちゃんがやれるから頑張る、よかったよ。何よりだよ。ゆみちゃんありがとう。みんながもう生きてたらいいよ。ジュリーを降りたとしても楽しく元ジュリー推しが生きてたらいいよ。楽しく生きることが一番だ。ジュリードラゴンさん、ありがとう。これってもともとジュリードラゴンさんっていうの？ジュリ合わせ？うん。なんか本当か、来週にはいないかったりしないよね。うん、目が乾く。かっくんありがとう。じゃあ次の曲にしようかな。みんなで一緒に元気になろうね。生きてりゃいいことあるもんさ。自分のことがずっと嫌いだったんだ。死んでしまいたいと思ってた。やりたいことなんか別に何もなかったし、将来の夢を考えたこともなかった。学校なんかなくなればいい。友達は一人も欲しくない。どうして僕は生まれたのか。自分の深い道を乱れしかない膨大な時間と怒りと絶望を紛らすには、真夜中全力で走るしかなかった。君と出会って泣けてきた。なぜか涙が止まらない。心を閉ざしてた僕が同じ痛みを感じた存在。目の前にいる君を抱きしめたいと思った。これが愛と知っても、一人の自分に気づく。
が変わるなんて信じられないよ。だけど別の僕がいる。誰かと話したいなんてありえなかったし、明日のことなんか楽しみにすればよかった。未来はいつだって憂鬱で、世の中は面倒だと思ってた。どうして人は生きるんだろう、何を残したいって言うんだ。たった一度きりの人生だけど捨てたもんじゃないってことさ。そうよ、や今になって分かった気がするよ。君の胸で泣かせてくれ。今日まで来ててよかった。なんて素敵な世界だろう。ぬくもりに僕は包まれてる。ずっと探していた生きがいはそこにあった。これが幸せなんだ。気づかせてくれてありがとう。ああ大好きだ。やっと出会った大事な人がここにいる。ああ大好きだ。君のために生きる。出会って泣けてきた。なぜか涙が止まらない。心を閉ざしてた僕が同じ痛みを感じた存在。目の前にいる君を抱きしめたいと思った。これが愛と知っても、一人の自分に君の胸で泣かせてくれ。今日まで来ててよかった。なんて素敵な世界だろう。ぬくもりに僕は包まれてる。ずっと探していた生きがいはそこにあった。これが幸せなんだ。気づかせてくれてありがとう。とにかく生きてりゃ誰かと出会って愛を知る。はい、お昼。はい、お知ったようで皆様。大好き愛を知る。いつも朝聞くと元気出るんだ。あ、ちょっと塗りすぎちゃったよ。うん、まあ、あ、全部取れちゃったよ。うん、暑い。ちょっと待って、一曲歌ったらごめんね、扇風機つけてすぐ。暑い暑い。みんなで楽しく生きていこうね。ファーストコンサートまで楽しく生きよう、みんなで。むせた。ん、何がいいかな。あーって言いたくなるなんだけど、入ってないんですよね、扇風機。てっ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 てちょっとね、好きな人できたかな、なぜだかせ。うん、大感謝祭まで300枚。3週間。大丈夫かな。渋谷川、コンサート緊張するどころじゃない。まだ何もできてない。今まずいよ。
の近道って歌えるかな。渋谷川、うん、虹の元に入ってないんだよね。いいの、いっぱいリクエストくれるじゃないか。あ、エミューさんって知ってる、なんか青ちゃん推し。ケイカさん、ありがとう。なんか渋谷川ってコメントしてくれてる。すごいいっぱい。トリカ好きな曲、知ってるよ。もう決められないから眠ってもいいかな。あんちゃん歌えるかな。ズリー大佐の好きな曲、じゃあちょっと決めちゃうよ。誰もリクエストしてなかったけど。全然関係ない。あ、確かにこれ入ってんのかな。あ、全然誰もリクエストしてないけど、好きなの歌っていくのかな。ん、引退。で、私一人にした時、あ、全然なんか曲名見て、まあ、歌いたいって思った曲。あ、ちょっと待ってね。ちょっと待って、ちょっと一瞬待って。入ったの？うん。もう入ってないね。なんとなくの気分でいきたいと思います。ちょっと待って。ボスのままに、すいません、すいません、決めるの遅くて。じゃあなんか気分でいきます。雨上がり晴れた空、ボーダル字が見える。君が振り返った瞬間、秘密の愛を知ってんと。ポツ雨は晴れて体育が始まる。今日は外で短距離ちょっと憂鬱だ。そう湿った土の匂いと生還剤の香りが複雑に混じる。同じクラスの女友達、ハーフアップ繰り返
すいませんね。今日音程大丈夫そう？ちょっとまずいんじゃないの？だあ。熱い熱い熱い。涼しい。ああ、喉は大丈夫だよ。最近コノアと言いすぎてコノアに似てきて、本当お前も立てたの？まいちゃん最近本当にコノアに似すぎて家で、コノアと1時間ちょっとぐらい電話してて、どんどんみんなこんな明かして、うん、そう、なんかでもアリスはね似てきたのかわかんないんだけど、最近アリスさんはあれなんですよ、語尾にデシュをなんとかデシュって喋るようになったんですよ、ここ半年くらい。うん、毎日追従してる、何よりですよ。今日は私のスイートシックスティーパーティー。コナンのさ、なんか見てるやつ見てよ、あの愛ちゃんとのやつ、早くお風呂に入れみたいな。なんか入ってってな、早くって言ってんの、早くお風呂に入れーみたいな、入れーみたいな。あれ何あれ、あれ何なんですか、あれ何なんですか、早くお風呂に入ってーみたいな、
な、どうなってんのあれ、手ってどうなってんのあれ。ちょっと待って、一回あの今の練習だから、これ保存しないで、これまだダメ、これまだ本ちゃんじゃないから、ちょっと待ってどうなってんのあれ、本当あれ、私まだ1回ぐらいしか見てないんだけどちょっと練習してくれば、あ、待って見れないかな、これじゃちょっと待って、ちょっと調べます。ちょっと待って、ちょっと待って、今真剣に調べる。本気で調べてます。ちょっと待って、乗ってないかな、あ、ちょっと待ってちょっと待って、ちょっと待って、こっちのちょっと待って、あー、ちょっと待って、ちょっと一瞬待って、今本気だからこっち、ちょっと待って、ちょっとみんなもついてきて、この本気に、同じテンションで分かち合おう。ちょっと待って、ちょっと難しい、次の授業がホームルームだったっけちょっと待って、ちょっと待って、もうちょい頑張りたい、ちょっと待って、ちょっと待って、あ、そうそう、ちょっと待って、次の授業がホームルームだった時え、難しい、ちょっとなんか、あとお風呂に入ってバージョン、どこ、早くお風呂に入ってのやつどこ、こんちゃん、こんちゃんどこなの、こんちゃん、こんちゃんどこにあんのよ、どこどこ、こんちゃん、こんちゃんどこにあるの、こんちゃん、こんちゃん、天野、今度は早くお風呂に、早くお風呂に、どこだ、あ、これかな、違う、どこだどこだ、このあ、お風呂に入りたくない、このやったが出てきた、ちょっと待って、どこだどこだ、んー、どこどこ、んー、んー、ないかった、まあ脳内のあれでやってみたいと思います。早くお風呂に入ってこんな感じで、もうちょっと違うな、ちょっと今のボツでじゃあ1分コナーとして喋りますね。じゃあ一旦ちょっとコナー、はい、ダダ、何ですか、何ですか、そのコメントは、ん、はい、ちょっとよくわかんないですよ、何ですか、あ、クマさん、あ、ありがとうございますね、クマさん、クマ、あ、うさみみ、ドラムロールで、たっ、はいはい、まあ、どう、そうなんですよ、はいはいはい、そうなんですよいい、なんですか、うん、やったです、おなんで、あ、いや、ありがとうございますね、すいません、
最近チョコバナナ、はいはい、とお家にストックしてありますよ。この前ですね、あのジュリー君とお電話をさせていただいて、はい、日付が超えるまで飾り明かしたんですよ。はい、本当にジュリー君は小粒くん、ボクチンはですね、ボクチンはいつもいつも寝坊してしまって困ってるんですよ。じゃあボクチン、ちょっと夏休みの宿題に追われていまして、はい、ちょっと困ったっていう感じで、はい、すいません。どうどう、はい終わり、はい終わり。え、どうですか、似てません、ちょっと似てるでしょ似てた、似てます何が起きてるんです、今アマのこのはモノマネやってました、似てます。最近ね、コノアとコノアで喋ってるの、コノア対コノアで、早くお風呂に入って、あ、これ今日のジュリー君宿題をやってください、これです。笑わせんなよ、なんかちょっと難しい、あれコロナさんにしかできないです。コロナの手の振り、ありがとうございます。さんはですね、今日は英語英コミってやつの宿題をねやれって言われたんですけど、ちょっとジュリーちゃんにもこう宿題というものがありまして無理でした。そうなんですよ、ちょっとジュリーさんには難しかった、早くお風呂に入って。前まではなんかコナンのそのクンをつけるクンをつけるね境目が分かんなかったんだけど、最近はもうだい分かってきた。そうなの、私にもレポート中も足むくみすぎもうボクチンの足はね動かなくなってしまいましたよ、もうむくんでむくんでとかこのクンジュリーくん使えたんだけどボクチンだけ授業中にですね、こんなことがありまして足むくみすぎ骨むくダメー今日ずっとこんな感じではなくてですね、すみません。あとですね、あ、ちょっと汚いかな、あ、いけるか、なんかあの書き順がおかしいって言われたんですけど、なんか私はですね、どうやって書いてたっけ、ちょっと待って、こうか、なんか僕ちんのなんか書き順がおかしいと言われまして、なんか僕ちんはこうやって書いてるんですけど、なんか違うらしいんですよねあ、鳥、あ、鳥は合ってますよ、鳥はですね、鳥はどうやって書いてたっけかな、あ、こう書いてですね、こうとこうやって、これ、あ、違うみたいですね、あ、違うみたいですね、あ、これコナンの書き順、え、コナンはね、いろいろね、書いてたりしても書き順がおかしいのコンちゃんダメでしょって言ってコナンさんダメです、そう、逆に難しい、そう、背骨を先に描くっぽい、そうなんですよそう、一回真似するともうもう戻れなくて、コナンから、はい、魔法です、魔法、そう、最近はコンちゃんのお母さんとして、コナンのことはもうコンちゃん、コンちゃん、おはコノアと言うんです、コンちゃん、コンちゃんって言って、こうて、コンちゃんダメでしょとか言ったら、はい、すいませんとか、最近コノアが可愛くて、もうなんか食べれる、コンちゃん、
その間をわーってどこで覚えるの。どうなの、コンちゃんダメでしょとか言ったら、コンちゃんダメ、そういうことしちゃダメでしょとか言ったら、はい、すいません、もしませんすいません、一個下なんだけどじゃあね、困ったねおんちゃんもかわいい、もうかわいい。この間なんか電話した時も私の家中がメロメロになってました。お母さんもこーのーとか言ってそしたら、あー素敵なご家庭でとか言って、本当に素敵なご家庭で素晴らしいですとか言って私のお母さんとかがみんな、コナン、いやコナン庭中に入ってくれてありがとうみたいなことをお母さんが永遠に言ってると、いやいやとんでもないです、こちらこそ本当にありがとうございます、あジュリー君素敵なご家庭ですねでも一応やってました。でもコナンから、ジュリー君本日はお電話などできますでしょうか、なんだっけ、電車降りたらお電話落ち着いたらお電話できますでしょうか。そう、あとねエグザルトが出た日、エグザルトの MV が出た日にエグザルトのそう MV が出た日にやっぱレノンがセンターに戻ってさ、やっぱある程度のそのレノンさんにも不安というものがあると思うじゃないですか。でじゃあうちらでレノン、私の家がもう異常なぐらいエグザルトで湧いていたんですね、メンバー全員のことで、みんなレノンかっこいいってなって、で電話しちゃおうってなってレノンに電話して、もう私の家が揺れるぐらいもう上がってて、レノンあんた本当かっこいいよとかそう、それを、でレノンが、ありがとうございますみたいなのを、えとか言って、ありがとうございますみたいなね、ずっと喋っちゃった。レノンは家来たことあるから、親たちにもさ会ったことあるから。で、前は焼き肉行ったんですけど、そしたらレノン、お母さんがレノンに、今あたいつでもお家来なとか言って、いくらでもお肉食べさせるよとか言って、え、本当ですか、ありがとうございますっていう話をしてた。うん。うん。そうなんですよ。えすみさん。本当ですか。でも、嬉しいですよ。ありがとうございます。うん。最近は私あのちゃんさんの中多様性のモノマネをコナンにすると100発100中で受けるっていうのがあってコナンが、私がその中多様性のモノマネをするとコナン絶対大受けしてくれるあちょっとあんまりいけない、あちょっと待ってね、ちょっと中肉って言わんでしょ、ちょっと、これをしかもうろ覚え歌詞でやり続けるっていう、中これコナンにやるとえいかな、あこれ歌ったらバンされます、バンされるあちょっと、いやえか冷めないあ怖いはいほひょのとの奥がちこんちこん
僕はとくんとくんこ、こ、ことおて愛も恋もたくさんしてで、ん？で、違かったかっていうのをあの、コナンとなんかメイク中にやるね。おあに酔いが覚めない、おあに声が覚めない、おあに様の慣れ果てさしてもうまだちょっともうジュリーだとこれ褒めたいトラウマの味も反対、お手を吸われてはい保守喉の奥がチクンチクン僕はとっていうのを永遠に、やり続けるっていうのをっていうのをやってました。そしたらコナンが、あーユリコマ天才ですよ桜、宮城の桜って言われてます、コナンちゃんユリコマね天才なんですよ、もう一回言ってください可愛いでしょ今度じゃあこの後コラボ配信してもらおうエグザイトかっこいい、すいません、エグザイトかっこいいですっておっしゃってくださったのすいません、ごめんとか言っててもう一回じゃあこの配信終わったらコナンに電話かけてみます。あの人基本お休みモード肩で笑ってるの、ワンちゃんに電話かけます。電波あるかコラボできない、やだ、容量買ってあげる、電波が悪いの、電波も買ってあげる、コウちゃんに、ええちょ、あんまちょっと待って、あと何分、あと6分だってよ、うん、あと6分だって、こんちゃん配信絶対見てないよこんちゃん、こんちゃん一歳さね、一歳さ、今日あのダンサーの方にも言われて、私が一緒こんちゃんですだから、ジュリーって言われて、何歳って言って、17ですって、これコナちゃんと何歳さ、あ1個も変わんないですねって、えってジュリー25くらいだと思ってたらしいよ。なんかマイカさんもさ、私のこと25歳かとくらいにも見えるみたいなおっしゃってたよねジュリーはね、でもどうなんだろう、そう同い年くらいかと思ってた。でも私この間なんか小学校の時の、小学校卒業の時になんか担任の先生がクラスの子たちにみんなになんかお手紙をくれたんですよ、卒業式の日にね。でそれで、あのそれが出てきて、でなんか見つけたら、なんかジュリーとはなんか同級生、なんか同い年と話している感覚でって言われてて、その方確か35歳ぐらいの先生だったんですけど、私小6なんですよね。ちょっと待って持ってくるね、どこにある、あすいません、ただいまあすいません、ちょっと消えまして、これかな、あ違う違う、ちょっと私のお手紙ボックスの中にいるかな、うん、これは後輩ちゃんからのお手紙、あ神田さんこれじゃない、あった、ジュリーは同世代と話しているかのようで、たまに羽目を外してしまうことがありました。その後はちょっとジュリーのことをいっぱい褒めてくれます。
目を配り気を配り少し毒を吐くわらといった感じで先生は頼りにしていましたらしいです。らしいですよ。ジュリーは同世代だと同年代だと思われてたみたいです少し毒を吐く。といった感じだったそうです。はい、頼りにしていたらしいです。ね。私だっておばあちゃん、おばあちゃんが毎週話してて、ジュリーはなんか話していて落ち着くわって言われました。あ、もう終わっちゃうそんな時間？ん？もうそんな時間？そんな、あ、え、ちょっとそれはまずちょっと待って、じゃあ男女読みます。13位萌えちゃんありがとう。12位お話し会ありがとう。ガクンありがとう。11位マイマイタンありがとう。10位ゆいとくんありがとう。9位ゆみちゃんありがとう。8位かんちゃんありがとう。7位このスパニキはイグザルトありがとう。6位けいかちゃんありがとう。5位かりんちゃんありがとう。4位いがちゃんありがとう。3位きれいで、うん、読めないよー、うーん、きれいでか読めないよー。8文字以内に5文字以内にしてみんな。どこどこ、ラブタンありがとうほんとほんと、なんか順位入れ替わっちゃった。2位七雪さんありがとう。1位つっちーありがとう。タワー、タワーもありがとうね、ありがとうそうなんです、10時までしかできないんだよ。そうなんですよ、ありがとうこちらこそ、もう今日はよく眠れそうだよ。ねえ、ありがとう。あ、そうだそうだそうだ、この後告知出すけど、お話し会の受付が明日の12、3時ぐらいまでなので、ぜひ待ってるよあ、ちょっとこんなになってた、うん、ちょありがとう、おやすみだ、おやすみ大好きだって、ありがとう。行くよだって、本当か。あ、10時ある。ではみんな、あ、ほう、落ちた、おやすみ